平田ヘッド、ノイジー残留の日は、阪神、平田勝雄ヘッドコーチが25日、MBS ラジオ、こんちはこんちゃんお昼ですよ、に生出演した。約25分間、持ち前のトーク力で盛り上げ、ノイジー残留の秘話を語った。11月5日の日本シリーズ第7戦、ノイジーが4回に先制スリーランを放った場面。岡田監督が、ハイタッチして座った後に、これで残留やと言ったと残留の秘話を明かした。外国人は残りたいしノイジーも必死。今年はセリーグの外国人、みんな悪かった。日本シリーズなんで勝ったってあの意外性ですよと称えていた。ノイジーは来日1年目の今季133試合に出場し、打率2割4分、9本塁打、56打点。来季は異例の現行で残留が決まっている。勝つを素敵。日本一を大きく引き寄せた神様が打たしてくれたんかな。来季、ノイジーは得意のサードで、テルはレフトで。バースも2年目に覚醒したらしい。あの一発には年俸分の価値はあった。値千金のスリーランやからな。ノイジー残留はそらそうよ。そんなことがあったんか。監督ももう一押しが欲しかった。そこにあのホームランですね。よかった。残留は当然だな。シーズン中はダメジーとか言われたが、ひしりでは神ジーになったし、来年に大山くらい打てればいい。ノイジーもよくダウンテージを受け入れたね。日本シリーズのホームランはほんと素敵だった。この残留が来シーズンどのような結果をもたらすのか注目されることになりそう。来年はもっとやってくれるよ。前日にも、山本由伸からライトへ放り込んでるからね。隠れた MVP やな。ノイジーって来年は、日本野球に慣れてもう少し成績が上がりそうな気もする。ホームランは20本くらいは打ちそう。シーズンが終わって帰国するとき、岡田監督から、来シーズンはバットを立てろとの宿題をもらったノイジー。この指摘がものになったら、来年は化けると思うな。どんでんと、カツオちゃんコンビで、2年目みえちゃんとのイジー覚醒待ったなしでしょ。期待してます。お疲れ様です。